はい、うーちゃん TV レゴスターウォーズスカイウォーカーサーが実況。前回からですね、新しいエピソード6、ジェダイの期間になっています。今回もですね、完全攻略 100% コンプリート目指して頑張っていきましょう。レベル2コパケタンナ。後半にですね、ミニキットのロケーションとミッションのクリア方法をまとめてお知らせしております。概要欄にですね、再生開始時間記載していますので、タップしてご覧ください。それではストーリーモードからやっていきましょう。前回までのあらすじはですね、ルーク・スカイウォーカーはですね、ジャバダ・ハットに捕まっているハンソロを救い出すためにですね、ジャバ宮殿へ乗り込んできました。レイヤーとチューバッカもですね、また変装して潜入したものの、脱出する前にですね、ハンもろとも、まあ、ルークもですね、捕まってしまいます。まあ、あの変装の名人ランド・カルリシアン以外はですね、捕まってしまいます。ルークたちはですね、巨大クリーチャーですね、サルラックによって処刑されそうになります。この後コントこれ一体どう脱出するんでしょうかね。もうほんとライトセーバーもないのにといったところでしょうか。おお、サルラックですね。巨大クリーチャーとなってますね。まあ希少生物だそうですね。言わされてますけど、おボバフェットが活躍しますかね今回。ジャバザハット、この余裕の顔は何なんだよ。映画でもこんなんでしたもんね。ほんとライトセーバーもないのに。あ、今出てきましたか。お、ブルーミルクですね。そういえばこのブルーミルクですね、まあ新たなる希望の最初のなんかドリンク飲んでる時のシーンに出てきたようですね。まあ実際あるらしいですね。あまり美味しくないらしいですけど、もうウルトラシーですね。オリンピック級ですね。おっとボバフェットの戦いになりますか。さ、キャラは3名使えるですかね多分。どうなんでしょう。おっとボバフェットかっこいいですねやっぱね。はい、キャラは3人みたいですね。まあこれ撃つのか。おっといきなり死のジェダイ出ましたもん。何でしょう。どれまだ打ち返しはしましてませんので、違うやつなのかな、これじゃないのか。まあいいや、もうここはもうちょっと打ち壊してしま、打ってしまいましょう。で、違う、これだ、これで狙うんだ多分。はい、これで狙うんだと思います。ライトセーバーで打ち返すのはどうなんだろう。フリープレイモードしかできないかもしれないですね。うん、しつこいな。お、見えないからね、目がね。おっと、かわいそうに、痛かったろうに。はい、バトルですかね、多分。はい、それでは、やっていきましょう。やっぱバトルがやっぱ一番か、あの楽しいですよね。はい、オッケー、次。今すぐやめろ。どこ、あと敵はこいつ。はい、オッケー。そして持ち上げます。ジャバ様に近づけるな。ハルク助かったよ。
はい、ちゃっていきましょう。なんかいろいろありますね。アイテム探知機をですね、つけてますので、かなりやっぱいろいろなものが見えてますね。ここにもやっぱミニキットとかあるんでしょう、多分。はい、そして、変わりましょう。っていうか、ん？ちょっと待って。次はどこに行くんだ？はい、OK。これはできないですよね。R2D2。あ、使えるのか？お、使えるんじゃん。これ登れるの？あ、グラップル服がありますね。はい、OK。使う。これがね、今まで十字キーでしたことなかったんですよね。気づかなくて。もうこれでもう楽ですよね。ああ、間違えちゃった。こっちですね。これで楽ですよね。もう十字キーで全部できます。はい、OK。R2、レイヤーを頼む。声は何とかする。というか、R2D2 で、レイヤーを助けるということなんですね。はい、それではやっていきましょう。お、なんだ、何、名前なんだっけ。シャレシャスクラム、シャレサス。お、結構攻撃力ありますね。はい、OK。買われるんだ。かわいそう。はい、ではやっていきましょう。おっ、どっちか弱い。さすがに弱いな。ちょっというか、ちょっと太ってませんか、俺。もうちょっとスレンダーだったけどな。レゴもちょっとやっぱ、もうちょっと考えた方がいいと思うけどな。R2D2 の強さ、すげえ強いんだけど。他のやつより強いんじゃない、こいつ。そしてこんなに R2D2 でかくないけどね。なんかものすごくでかいけど。もう、あのレイヤーと同じぐらいの大きさになってるけど、大丈夫なのか。シャレサスとね、シャレサスも敵なのか。何したの今の。はい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 。あれ、どこに行った。うん、シャレサス。うなるな、うなるな。はいはい。モンキーリザード。今ですね、これね、スター・ウォーズの曲が流れてるんですね。私はもう、攻撃か。ここなんだ。お、なんだ、今の攻撃。なんだ、今の反撃はなんだ。R2D2 を舐めるな、舐めるな。強いんだぞ、こいつ。見かけによらず。むっちゃ強い。これも最強。もうかわいそうだって。小さな動物はいじめないようにしましょう。いやいや、レイヤー届かないし、やめて。レイヤー届かないし、弱いし、ちょっとウエスト出てるし。はい、 OK。 すげえ強い。すげえ強いんだけど。はい、次、まだいんの？あ、まだいましたね。長いな、これ。この、なんか分かりにくいし、長いし。やられ方もすっげえいいし。違うな、こいつか。どこに行った？シャレサス、シャレシャス、下噛むわ。下噛むわ。シャレサス、シャレシャス。どこ？ちょっと待って、あ、シャレサスってどこにいんの？そして。あ、いました、いました。逃げるな、逃げるな。だから逃げるな。ちょこ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 。見られる前に叩きのめしてやり、叩きのめしてやりましょう。はい、オッケー。やるぞ。なんか絵面がかはあるよ、あるよな。いっぱい、なんかな。絵面が一箇所しかないから。お、切れましたね。はい、逃げましょう、逃げましょう。さっさと逃げましょう。はい、もうお怒りです。ジャバ様がお怒りです。
サルラック飲まれて、これ飲まれましたよね多分ね、映画でもね、ボバフェットね。でこの後なのかな、あのドラマのところはですね、吐き出されたとこから始まるんですけども、はい、脱出しましたね。はい、ここでドロイドは磁石で磁石でしたよね確か。おっと、これも磁石だこんな感じでしたよね確かにね。はい、もう R2 は普通になんですけど、 C3PO はやっぱり逆さずりでしたね。あ、して蹴るな。はい、ということでステージステータスコパケタンナですね、ステージクリアしました。フリープレイが解除されました。はい、そしてスタット、はい、楽ですよねやっぱね。はい、スタット10倍になると楽です。すごいすげえ増えよいつもすごいなこれは、ほんとすごいわ。はい、そして、ステージチャレンジボバフェット楽勝だということですね。すべてのチャレンジはクリアしておりません。あと2つです。はい、そしてミニゲットゼロですね。はい、はい、キャラクターと船、はい、レアジャバ宮殿ですね、そしてハンソロカーボナイトシャツ、ジャバザハット、マスターヨーダに修行を終わらせてもらうんだ。はい、それではですね、今からミニキットの場所とチャレンジのクリア方法をですね、まとめてですね時系列でご紹介していきたいと思います。それではやっていきましょう。またブルーミルクか。はい、エピソード6ジェダイの帰還ですね、レベル2コパケタンナとなります。まず最初にチャレンジですね、この最初のチャレンジはですね、ジェダイの騎士、というか、あ、まあフォースが使えるじゃなくてライトセーバーが使えるキャラクターにしてください。1つ目、どんな気分だ、そしたら射撃をボバフェットに当てるということで、ボバフェットが撃ってくる弾をですね打ち返すというものなんですね。ライトセーバーで打ち返すということですね。高速弾もありますけども、ここへ撃ってくるやつですね、これ、はい、打ち返しましたということでチャレンジ成功をいたしました。はい、チャレンジ2つ目、トリックショット、ライトセーバーを投げて空中にいるボバフェットに当てるということで、これもまたジェダイの騎士ですね。はい、これで当てます。はい、今ですねちょっと分かりにくかったんですけども、まあ当たったようですね。はい、チャレンジ3つ目、ボバフェットを楽勝だということで、ボバフェットのロケットを空中で破壊するということで、ライトセーバーを投げて、空中で破壊するということですね。これはロケットですよ、ロケットを破壊するということです。はい、ミニキット1つ目、射撃訓練ということで、時間をとってジャバの船の前方にある兵器を試してみようということですね。これ4機ですね、もう1つ砲台があるんですけども、それの真後ろですね、真後ろに位置しています。そしてですね偵察ドロイドをですね、まあ破壊すると、まあ、4機破壊するということになっています。はい、そしてミニキット2つ目ですね、シンプルな密輸、いい船にはレバーで操作できる密、秘密の小部屋がつきものだということで、ボバフェクトが飛ばされてですね、海賊団が出てくる次のセクションに移ります。ここに移らないとですねレバーをいくら引いてもですね、ドアが開きません。下のドアが開かないので、これが終わってからにしましょう。このマストのですね、柱にあるレバーですね、これを引くとここの下のこの扉が開きますので、そこにミニギットが潜んでいます。はい、3つ目、巨大なキャノン、何が何でも修理をぶっ放したいですね、修理してぶっ放したいということで、上の甲板に移動します。すると左にですねゴールドブロックがありますので、これを、まあ、破壊します。海賊団がですね、まあ、むちゃくちゃうざいんですけども、いろんなことをですね言ってくるんですけども、これも完全に無視してですねやっていきましょう。まあぶち倒してもいいと思いますけども、まあ、最後のやつをぶち倒すと、まあ、次行くかもしれないので、まあその辺は注意しましょう。今ですねちょっとね、次レバーをこれ引かなければならないんですけども、あれなんでキャノン砲は作動しないんだろうと今なんか悩んでるところですね。はい、でこの辺でレバーがあるのが気づきます。はい、そして、レバーを引きます。というか必ずレバーを引きましょう。するとですね、勝手にですね射撃して破壊してくれます。前方にですねミニキットが出てきますので、これ必ずですねゲットしましょう。こういうものですね忘れやすいんですね。はい、次に行きます。ミニキット4つ目、まずですねゴンクはイズコへ、
天辺のゴンクソケットと最下層のゴンク生き別れた恋人たちはどうしたら再会できるということで、まあパワードロイドですね、ゴンク、をですね使って、上のまあ甲板に行って、ミニキットゲットするというものなんですけども、まずですねゴンクが乗るあの台はですね、いつものあの台ですね、あれをまあ作り出しますということで、今破壊してるんですね。はい、すると作るという、まあ、表示が出ますけども、これちょっと出ないので今探しているところなんですね。はい、見つけました。はい、作ります。いつものこれですね。はい、ゴンクの影が出てきてますけども、そしてここですね、ここを撃つんですね、止めます。はい、この標的を撃ちます。はい、するとですね、ゴンクが、まあ、出てきますので、それに乗って、上がっていくということなんですけども、はい、今出てきましたね、見えましたね。はい、そしてこれに乗ります。はい、そしてまた海賊が、まあ、うざいんですけども、スキップガードですか、もうほんとこいつらうざいです。まあ、イライラしながらこう、まあ、登ってるんですけども、はい、そしてここの箱ですね、今あの先ほど組み立てた箱のを使ってですね、上に上がっていきます。これですね、はい、上がっていきます。そしてこれ乗ります。はい、方向はどこからでもいいと思うんですけども、はい、そしてゲットするということですね。そして5つ目ですね、後ろに続くもの、聞こえたか、何かが船から落ちたようだということで、船の側面ですね、にミニキットがあります。これですね、ちょっとビビってですね、グラップル服使って降りようとするんですけども、まあ降ることができません。もう死にたくなかったんですね。そしてですね、まあ沿ってですね、行きます。落ちないようにですね、皆さんもですね注意してください。はい、そしてですね、次、行くのに、まあこれ戻ってるんですね。はい、このまあレベル2を終わらそうとしてるんですね、確認しています。で、皆さんもこれ頑張ってみてください。はい、ステージステータスコッパケタンナステージクリアとなりました。はい、スタッド真のジェダイとなっています。もうこの笛はもうほんと狂気だよ。やっぱすごいなこれ、スタッド10倍ほんとすごいな。はい、ということでステージチャレンジボバフェット楽勝だ、どんな気分だ、トリックショットすべてでチャレンジクリアしております。はい、ミニキット 2,3 足アゴー、はい、OK、 ハンラングエウィング小型マイクロビルドが解除されました。はい、キャラクターと船、はい、ということで今回はですね、この辺で終わりたいと思います。まあですね、役に立ったかなと思った方、そしてですね、これまた参考にしたいなと思った方はですね、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。まあ今回なんかこう良かったですよね、このブルーミルク分かって。はい、ということで、それじゃあまたお会いしましょう。じゃあね。